さあ攻守方向入れ替わりまして、これより第2クォーターに入ります。宝塚東、自陣36ヤードにボールをセットし、セカンドダウン14の状況で試合再開。滝川高校ナイスディフェンス。クォーターバック8番左に流れてパスを投じようとしましたが、滝川高校ディフェンスが圧力かけましてパス不成功に終わらせました。ダウン1つ進みまして、宝塚東サードダウンに変わります。宝塚東ボールオン自陣36ヤードからサードダウン14。ナイスパスカット、パス不成功です。クォーターバック8番、ここでミドルゾーンにパスを投じようとしましたが、そのパスを滝川高校53番がパスカット、パス不成功としました。素晴らしいパスカットを決めましたが、滝川高校53番の池野、チームキャプテンです。セット制セット、バントバント、安定の無理だ、これにより宝塚東高校はフォースダウンとなります。パントフォーメーションを取りました。パンターは12番の太田が務めます。このパントは滝川陣40ヤード付近でアウトオブバーンズ、外へ出ました。この時点での攻守交代となります。攻守変わりまして滝川高校の攻撃となります。ボールオン自陣40ヤードから滝川高校ファーストダウン10。宝塚東ナイスディフェンス。滝川高校はまず好調なランプレーでその1手目を投じようとしましたが、これを見計らって宝塚東高校99番が猛チャージ、約1ヤードロスを奪っています。さあ1ヤード下がりましたが、滝川高校自陣39ヤードから次の手はどのようなプレーになるでしょうか。セカンドラウン11。クォーターバック3番、パスを投じようとしましたがプレッシャーからスクランブル、ターゲットを見つけパスを投じようとしましたが、しかし見つかりませんでした。結果的にしかし4ヤードほどゲインを奪ってはいます。滝川高校クォーターバック3番は神田。滝川高校自陣43ヤードからサードダウン7。パス不成功。クォーターバック3番、中央にとどまったワイドレシーバー2番にパスを投じましたが、このパスタイミング合わず、パス不成功に終わりました。フォースダウンに変わります。滝川高校フォースダウン7でパントフォーメーションを選択します。パンターには0番のギャンディが入りました。対します宝塚東は8番と81番がリターナーにセットしています。
ここでホイッスル。ここで滝川高校が前半1回目のタイムアウトを取ります。互いに得点は上げましたが、しかし流れ定まらずという状況でしょうか。この流れを嫌いましてか、滝川高校ここで前半1回目のタイムアウトを取りました。さあタイムアウトを解けまして試合再開です。滝川高校自陣43ヤードからフォースダウン7パンプフォーメーションです。このパントは宝塚東高校陣30ヤード付近で外へ出まして、この地点で攻守交代となります。さあ互いに攻守ともに目覚ましいプレーが続きます。攻撃権は宝塚東高校に移りました。ボールオンは宝塚陣自陣31ヤードからの攻撃開始となります。宝塚東ファーストダウン10。さあここ中央のランプレーで突破を図ります。まずランニングバック99番に、ダイブプレーを展開させ約2ヤードゲイン。ここで流れを落ち着かさんと、まず確実なダイブプレーを展開しました。宝塚東自陣33ヤードからセカンドダウン8。パスだ、ナイスパス、パスだ。クォーターバック8番、ここで中央に切れ込んできたワイドレシーバーにパスを通しまして攻撃権更新です。宝塚東ファースト。目の覚めるようなパスプレーでした。宝塚東陣地を挽回図り、自陣46ヤードの位置に入りましてのファーストダウン10。ここでイエローフラッグ反則が発生しています。ディフェンスの反則です。オフサイド、ボールが動く前に相手エリアに侵入しました。この反則によりディフェンスチーム5ヤード抜退、従いましてオフェンス5ヤード前進しファーストダウンやり直しとなります。従いまして次の状況は宝塚東高校ファーストダウン5の状況で試合再開です。ボールオンはハーフウェイ、宝塚東ファーストダウン5。パス不成功。クォーターバック8番ハンドオフフェイクからプレイアクションでパスを投じようとしましたが、レシーバー陣カバーされていてパスを投げ捨てました。ダウン1つ失いセカンドダウンに変わります。前パスは失敗しますと元の地点に戻されます。攻撃権も1つ失う形になります。
宝塚東セカンドダウン5、ボールオンハーフウェイ。ナイスラン、ファースター。ここで宝塚東はテイルバックにハンドオフしての左オープンへのアウトサイズゾーン、ラインマンのブロッキングをゾーンエリアでくくって左オープンに展開しました。これが構想し攻撃権更新です。宝塚東ファースター宝塚東、相手陣39ヤードに入りましてのファーストダウン10。今度は中央へのランプレー、ショットガンフォーメーションからランニングバックに託し中央を突破させました。蹴りは99番、その体をねじ込むように約5ヤードのゲインとしています。宝塚東、相手陣34ヤードに入ってのセカンドダウン5。ここでホイッスル。ここでウォーターブレイクが入ります。前半戦も残り時間5分という状況になりました。双方ともにタッチダウンを上げ、状況はともに互角の状況です。その差はトライ4ポイントの正比、その1点の差のみという状況です。さあこの残り5分間でこの状況、さらに変わりが生じるでしょうか。序盤の状況は滝川高校が押している状況でしたが、現時点では宝塚東がその反撃のシリーズを続けております。試合再開となります。宝塚東、相手陣34ヤードからセカンドダウン5で試合再開です。さあここでトラブルが発生している。ターンオーバー、しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。先ほどレシーバーをモーションさせ、1人だけ動かしていいレシーバーをモーションさせて、そこの選手に持たせるという選択をしましたが、ここでファブルが発生。ここで反則はありましたが、オフェンスチームの反則です。従いまして滝川高校、この反則はあえて取らずプレーを有効とし、攻守交代となりました。ターンオーバー、攻撃権交代です。優位に攻撃を進めた宝塚東でしたが、ここで痛恨のミス。その隙を逃さず滝川高校は攻撃権を奪いまして、滝川高校のファーストダウンで試合再開となります。ボールオンは自陣36ヤードから滝川高校ファーストダウン10。現在その試合の状況を審判団が再度確認しております。調整終わるまでしばらくお待ちください。
さあ試合再開となります。滝川高校自陣36ヤードからファーストアンテン。ナイスラン、ファーストラインアップ9番ハンドオフを達され中央突破、スピンターン決めながら中央ねじ体をねじ込んで攻撃権更新です。宝塚東、失礼しました、滝川高校ファースト。滝川高校9番の西、素晴らしいランを重ねています。ボールオン自陣49ヤードに入りまして、滝川高校ファーストアンテン。パス不成功。今度はクォーターバック3番右に流れてワイドレシーバーにパスを投じましたが、これはカバーされていてパス不成功に終わりました。滝川高校セカンドダウンテン、ボールオン自陣49ヤード。さあハンドオフを託して中央突破を図りましたが、これはしかし宝塚東65番が対応しましてノーゲイン。結果的にそのままの位置でサードダウンという形になります。これは宝塚東の65番の妹、素晴らしい対応でした。滝川高校サードダウンテン、ボールオン自陣49ヤード。パス不成功。クォーターバック3番右にスプリントアウトし、ワイドレシーバーにパスを投じましたがパス不成功に終わっています。フォースダウンと変わります。滝川高校フォースダウンテン、パントフォーメーションを選択します。パンターには0番のギャンディが入りました。対します宝塚東はリターナーに8番と81番。さあ8番がリターンに入る。しかしこれは滝川高校21番と9番が対応しまして、宝塚東自陣30、失礼しました、26ヤード地点からの攻撃という形に変わります。さあ攻守変わりまして宝塚東の攻撃です。ボールオン自陣27ヤードからファーストアウト。パス不成功。クォーターバック8番パスを投じようとしましたが、プレッシャーからそのパスはショートに終わりました。ダウン1つ失ってセカンドダウンに変わります。宝塚東自陣27ヤードからセカンドダウンテン。滝川高校ナイスです。
ここで中央でランプレーを99番に託しましたが、このランプレーを滝川高校78番見事にロストタックル、約2ヤードロスを奪いました。ここで滝川高校前半2回目のタイムアウトを取りました。素晴らしいタックルを決めましたのは滝川高校78番の園田、素晴らしいタックルでした。ここで滝川高校は残り時間で攻撃権を得んと、あえてここで守備でタイムアウトを取りました。この相手のタイムアウトを逆に宝塚東は生かすことができるでしょうか。まもなく試合再開になります。宝塚東自陣25ヤードからサードダウン12。パスアウト、さらにいけ、ナイスゲイファースト。クォーターバック8番、ここで左にいましたワイドレシーバー7番へのロングパス、これを7番見事に競り勝ちましてキャッチ、攻撃権更新と果たしました。宝塚東ファースト。さあ厳しい状況を突破しました宝塚東、相手陣47ヤードに入りました。試合時間残り前半は2分30秒を切っていますが、このチャンス生かすでしょうか。宝塚東ファーストアンテ、中央アンテ、大丈夫か、ナイスランファースト。ランニングバック99番、意表を突くようにクイックドローで中央突破、見事相手をすり抜けまして攻撃権更新です。宝塚東ファースト。宝塚東相手陣37ヤードに入りましてのファーストダウン10、前半残り時間はまもなく1分50秒を切ります。さあランニングバック18番に託して左オープンへのアウトサイドゾーンですが、ここでイエローフラグ、反則が発生しています。さあこの反則は果たしてどちらのチームにあったのでしょうか。オフェンスチームの反則です。背後への不正なブロック、相手選手を後ろからブロックしました。ボールを持っているチームは相手選手の正面ないしは側部からしかヒットしてはいけません。この反則によりまして10ヤード抜退という形になります。勢い乗りたいところですが、宝塚東ここで痛恨のミスがありました。さあ取り返せるでしょうか。相手陣43ヤードの位置から宝塚東ファーストダウン16で試合再開です。パス成功、ナイスキャッチ、ファーストダウン。ここでクォーターバック8番がロングパスを通しました。ワイドレシーバー81番、これを81番オーバーショルダーキャッチで相手ディフェンスの
カバーがつけないところでボールをキャッチしまして見事に攻撃権更新としています。高塚東ファースター。これにより一気に相手陣7ヤードに入りました。高塚東ファーストダウントゥーゴール残り7ヤード。さあここでトラブル発生している。幸い自ら抑えています。ダウンは一つ失いましてセカンドダウンと変わりました。現在時計に誤りがありますが試合時間残り30秒、前半残り時間30秒を切っております。宝塚東セカンドダウンとゴール。しかしイエローフラグ反則が発生しています。さあこの判定は果たしてどちら側に採点されるでしょうか。オフェンスの反則です。無資格補給者のダウンフィールドでの侵入。オフェンスの選手はパスをキャッチできる選手に限りがあります。オフェンスラインはパスを取ることが許されていないためパスコースに出ることも許されていません。この反則がありました。従いまして先ほどのプレーは無効。ここで宝塚東がこう前半2回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールオフェンスチームの最前列ボールの中心にありますオフェンスラインマン背番号50番から79番の選手はパスを取ることができません。この選手たちはブロックに専念する形になります。彼らがパスコースつまりボールの開始点より前に出ることは許されていません。この反則は先ほどありました。しかしブロックの際はもちろん前に出ることができます。このラインマンの動きにもご注目ください。結果的に先ほどのプレーは幻のタッチダウンとなりました。前半残り時間10秒そして反則により下げられましたがしかしまだ攻撃権は宝塚東になります。ボールオンは相手陣19ヤードセカンドダウン2ゴールの状況です。試合再開となります。宝塚東相手陣12ヤードからセカンドダウン2ゴール。前半残り時間10秒さあクォーターバック下がる右へ流れた閉じたタッチダウン。さあしかしここでホイッスル再びイエローフラッグ反則が発生している。さあこの判定はどうなるか。再びオフェンスの反則です。無資格補給者ダウンフィールドで侵入再び反則となりました。クォーターバックが右に流れたことによりダウンプレーに切り替わったとオフェンスラインマンが判断しました。これが結果的に反則という形になりました。クォーターバックのランはこのリスクがつきまといます。
4秒。さあセカンドダウン2ゴールロングシチュエーションになりました。ここでフォーメーションを変えます。前半の残り時間4秒、フィールドゴールドライキックによる3点ゴールになります。キックレングス34ヤードのフィールドゴールに挑みます。滝は宝塚東高校。さあここでホイッスル。滝川高校ここで前半最後のタイムアウトを取りました。このギリギリの状況であえて緊張感を削ぐようにここでタイムアウトを挟みました。このタイムアウトを戦術として使う攻防が今ここで繰り広げられています。さあ集中力切らされましたが、もう一度そのコンセントレーション整えてこのシチュエーション決めることができるでしょうか。宝塚東、前半残り時間4秒、キックレングス34ヤードのフィールドゴールに宝塚東挑みます。キッカー12番は太田。さあしかしここでフェイクだ。パスを通した。パス不成功。ここでフェイクプレーをあえて展開しました。ホルダーに入った8番がそこからボールを持って右オープンに展開し、そこからパス、ターゲット81番でしたがコントロールミラーでパス不成功に終わりました。ここで前半終了です。前半終わりまして滝川高校ブルーインズ7点、県立宝塚東高校6点、1点差で前半戦終了となりました。